決勝戦なんですけれどもどんなレース見せていきたいですか、えっと初日2日目と中途半端で終わってるんで一番車を生かしてもう積極的に一番前で走れるように頑張りたいなと思ってます最終日は自力で着に入れるように頑張ります応援よろしくお願いします 今シリーズはまあ初日も,もうすかさずの仕掛けで、走していかがですか、えっと、すごく走りやすくて軽く感じるので、状態はいいいと思います動く自力選手が多いので、そのうまく自力を使いながら優勝できるように頑張りたいいと思いますご自身は2走して、まあ、近況も含めて、どうですか、ここまで状態っていうのは。 前回が一般戦落ちだったので今回は決勝に残れて良かったと思いますその決勝戦内枠ですがどんなレース考えていきますか三三なので前々から自在に頑張りますさまずはガールズ予選の2を振り返っていかがでしたか、はい、そうですね二日目は少し判断が遅かったので、はい、もうちょっと早めに仕掛けられたら良かったなと思いました そうですね明日しっかり、はい、前々攻めて自力しっかり出していければいいなと思いますすそうですね決勝に乗れるのも久々なので、まあ、今回の開催できっかけ作れればなと思って臨んでいたのでまずは決勝に乗ることができてよかったです。まあ、そうですね自力選手も多い ので3、3なんで後手踏まないように自分はチャレンジャー精神を忘れず積極的に走れればいいかなと思いますはい。前回が久々のレースでどうですか、こう走っていていレース感戻ってきているので明日は出し切りたいですその決勝戦ですけれども、まあ、外枠ですけれども、はい、あでも、自力選手がたくさんいるので枠は気にせずチャンスがあればしっかり踏んでいきたいです。 まずはガールズ予選のにご自身ででどうでしたかと仕掛けを迷ってしまったのと、あと踏み出しも少し重かったので、躊躇してしまった部分があるんで、あとは気持ちの問題かなと思いますさあ、そして、まあ、決勝戦も漏れなく、その千琉選手がかなり多くいるんですけれども、<laughs> どう考えてますか。力を出しし切れるようにしたいです。